皆さんこんにちは、マイニーです。本日の動画はセリアで発見したネイルシール、フラワーのネイルシールを使って、まあ、簡単に貼ってアートをしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。ちょっとベースの色を何にしようか迷いに迷った挙句、結局シアーのホワイトにすることにしましたまあ一番この色味が分かりやすいかなと思って。どんな感じなんだろうね。すごくないですか、こんなシール売ってた。さあ、まあとりあえずベースの色塗るのはそんなに重要ではない。ちょっと私の両面テープが邪魔だなって思う方もいると思いますが、ちょっとそこは目をつむって見てもらえたら嬉しいです。今回はこのジェリーホワイトを二度塗りしていこうと思います。はい、じゃあ一旦硬化します。はい、二度塗りをとりあえずしました。じゃあ早速、未硬化ジェルがあるとくっつかないからどうしようかな。ちょっと失礼。まあ多少あるね、多少あるので、ちょっと拭き取ろう。エタノールでどこに貼るかまだちょっと決めてないので、真ん中あたりを拭き取って、周りは拭き取らないようにしておきます。で、よいしょ、ちなみに清潔な爪にベースコート、ジェルネイルに使用する際はシールを貼る前に未硬化ジェルを拭き取ってからご使用ください。今やらせてもらいました。で、貼る。トップコートやジェルでコートするときは一度にたっぷり塗らず、薄く重ね塗りすると薄く仕上がります。低温でシールが割れやすくなる。まあ固まるからってことだね。寒い日時は、手のひらとか指でこうギュッと温めてから使ってねっていうことだそうです。よいしょ。まあいいか。なんかいっぱい貼りたいなっていう気持ちなんですよね。こうパラパラっていろんな感じでいろんな向きで貼りたいなっていう気持ちなんで、黄色なんか全色入れたい。黄色と赤とピンクを、まずはじゃあこのバラみたいなやつ、剥がれてきません。剥がれてきました。はい、結構薄いよ、ふにゃふにゃな感じで、ちょっとまあ見切れる感じで貼ります。で、ギリギリのサイドのところはカットして使います。ハサミがない。まあいつものようにトップを塗る時のことを考えて、ギリギリじゃないとこで、ギリギリじゃないとこでカット。かわいいね。なんか汚れちゃった。で、まあちょっと空気を抜いて貼り付けよう。まずは最初にメインじゃないけどお花を先にね貼り付けていきたいと思います。もう貼っちゃったけど、ポンポンポンといろんな向きで、ちょっと待って、これも可愛いんだけどどうしようかな。いやでも難しいよ、ちょっとすごい悩み出しちゃった。このこれも可愛いじゃない、これも意外と薄くて剥がしにくいのでお気をつけくださいませ。これ向き一緒の方がいいかな、こうやって。どう思う、バラバラでもいいかまあこの辺にピッと貼って、でまたさっきみたいにチョキン。はい、今このような感じです。チョンチョン。このピンクの花にしようかな。ちょっと先端の方に斜めに貼って、曲がっちゃった。よいしょ。この辺にこう貼って。ちなみに私今爪がロングだからこんだけ貼れるけど、ショートとかね、まあショートまではいかないけどみたいな方は、まあ多分こんなには貼れないと思う。私のここの爪でも多分貼れないもんね。まあもうちょっと凝縮すれば貼れるのか。間を狭くして貼れば。はい。はいはいはい。こうなりました。で、あとは葉っぱ類をぴょこぴょこっと出して、ちょっと茎の方は切っちゃうから、茎の方から取って、どうだろう、この辺にちょんと貼って、ここパツンと切って、貼りまくってるけど私大丈夫かなはい、このような感じです。で、バラの葉っぱとかも、これバラの葉っぱってある？これかな？なんか違う気がするけど、まあこれが一番近いか。と重ねて貼って、可愛いねお花柄。
ちょっとまだ他の花も入れようとしてる私は。まあとりあえず葉っぱ入れるか。葉っぱ入れてこ、もったいないし葉っぱ入れてこ。黄色がいた方が意外といい気もしてきたからどんどん入れちゃおう。最初は本とはめっちゃなまった。真ん中に1本ポンってつけようと思ったんだけど、なんかそれじゃあね、なんかねと思って、今回はこうやってたくさん貼ることにしてみました。ちょっと部分的にね使おう。こんなに一気に使っちゃってよかったのっていう私も、なんかもったいない気もするけど、ここかここなんだよね。ここだな。これ薄いからシールが重ねてもなんか全然こう厚みがすごい出る感じはないね。どう？いい感じになってきた。お花柄がどんだけ使うの私。この先っちょだけ欲しいの私。この黄色のお花の先っちょだけ。もったいないから先っちょだけ切るよ。どう？ちょっと素敵になってきた。でこの調子だと葉っぱが残りに残るので、葉っぱを付け足していこうと思います。この茎にはつながりはないけど雰囲気で、あとはここに何か、なんだろうな、あと一個。これではもう十分。ちょっと失礼、画面だと分かんないな。よし決めた、ピンクのお花にしよう。すごいシンプルな感じで終わらせようと思ってたのに、めちゃくちゃ貼っちゃっとるよ私。はい、君はここ。すごい盛りだくさんできたよ。さあ以上です。あとはトップします。わあかわいい。なんかすごいたくさん使っちゃった。葉っぱがいっぱい残っちゃったけど、はい、こんな感じになっております。なんかアンティークっぽいよね。まあいいや、とりあえずこれでトップをしていきたいと思います。ちょっとポコポコしてるから一旦ベース&トップ塗っとくか。そしたら凹凸なくなるし強度も上がるかな。ベース&トップを一旦塗っていきます。わ、自分の爪にこういうのやったことないけど初めてやってみた。なんか春っぽくなっちゃったね。ベースの色が白だし。はい、じゃあ一旦硬化していきます。しました。出来上がったよ。かわいい。なんか何こうやって使うシールなのかしらわからないけど、この何パッケージの写真にはこのシールはこうやってね1本だけ使ってあって、この周りはねなんか貼ってあるなっていうやつなんですけど、このアンティークフラワーネイルシール、この今回使ったやつ以外にこれとこれがあるの。これがきっとこの写真の周りに貼ってあるんだと思います、多分ね。でこのシールはねないね。でこのシールはというと多分これでしょ。これになんかブリオンかなんか中心に置いてるって感じかな。こうやって真ん中に1本今回のシール貼ろうかなって思ったけど、これと一緒じゃんと思って、なんかどちらかといえばこれ風な感じに貼っていました。ただやっぱちょっとお花がちっちゃいから、こうやって爪が大きいとたくさん貼らないといけないのでバランスが難しいかもしれませんね。まあ私も結構バランス苦戦しました。もうちょっとちっちゃかったら分かりやすいかもね、置きやすいかもしれない。ということでこんな感じでたくさん使ってみました。で他の2種類もまあまたそのうち動画あげようかなと思ってます。これなんか水彩っぽい感じですね。今回のこの中に白のお花1個載せたらよかったんじゃないかって、後から思いました。ということで今回はこの一輪挿しみたいな感じのねデザインのシールを1本の指の中にたくさん貼ってみました。いかがでしたでしょうか。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。